本日は2023年11月15日、昨日はその日の前日は2022年11月14日は鉄道開業150周年を迎える日でありまして、さて15日は次の150周年に向けて新たな決意をする日ではないのかなと私はそのように感じました。さてこの日は近畿地方の特急列車に乗ってまいろうと思います。今で私が乗っている列車は舞鶴2号でございます。この特急列車の特徴は、京都 の、まあ、その防衛上重要な都市である舞鶴と京都の中心都市である京都を結ぶ、京都の人にとって重要な南北縦断列車でございます。途中、先ほどの発車した駅は綾部駅でございます。この綾部駅で、スイッチバックを行いますが、それと同時に福知山方面からやってくる列車と並結します。見てください。途中、佐賀嵐山方面、まあ、佐賀嵐山って言ってももっと奥の方になってまいりますが、嵐山よりもさらに奥の方の、風光明媚な景色を、車窓に拝むことができます。かつてここはもろかつてはもっと言うと、その車窓が良いものでありましたが、それはその急線の時の話、電化する際なかなかそういったものが不便であるとしたらね、新しく線路を切り替えることになって、今まで使われていた線路は、観光鉄トロッコ観光鉄道として切り離されました。私放射停新庁でも、トロッコ列車に関する、動画を出しておりますので、ぜひともそちらの方を見ていただけたら幸いでございます。まもなく、京都に続いていきます。旧型とは思えないくらい車内が綺麗で、なおかつその
乗車しませんでしたが、それでもなおなかなかその貴重な1時間にも体感させられるようなすごいありがたい快適さを感じました。名古屋 is arriving at track 4.
私にくれたんですよ。島風をそのペーパークラフトで自作で作って私にくれたんでしょう。思えば島風って火の鳥と並ぶ新型って言ってましたけど、もう私そうだいぶからだいぶ6年くらい経ってんのかな。そうです。いや6年じゃないね。私が小学校を卒業したのが10年ぐらいだから、だいたい10年ぐらい経ってる。いや、時間の流れは恐ろしいものですね。しかし、まあ、その10年乗ろうと思ってて、なかなか乗れなかったっていう。まあ、こうして乗ることができてよかったなと思います。でも、ちょっと真ん中の席だったんですよね、私が乗ったの。次乗るときは、ぜひとも前面、もしくは窓側。いずれか、もしくはどちらとも。そういった席に乗れるといいなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ご存知の方も いられると思いますが、宮崎チャンネル主催東海地域を開発せよに、私、放送は参加しております。その企画の中で、そのどういった企画かと簡単に説明しますと、A レシで行こう9というゲームの中において愛知県を、中部日本鉄道 TNR、東横8急行、豊急、この2つの会社に分かれて開発競争を行っていこうという企画であります。勝敗を決める企画として、どのに駅が一番素晴らしい駅なのか、そういった人気投票を行っております。期間は12月29日から1月3日でございます。URL は、この、動画の最後コメント欄に載せておりますので、ぜひ投票してください。私は TNR に参加しておりますので、皆さんにはぜひとも TNR に投票していただくと幸いですが、一体どこに投票したらいいのか。一つは、TNR の本拠地である鶴舞駅。もう一つは TNR が、丹精を込めて作った商業施設、常滑アブニールセンター。もう一つは、現実でいうところの、大和西大寺、大和八木、といった駅の存在でしょうか。豊橋、奇妙な、十字構造の駅。豊橋新都心。もう一つは、うなぎの産地なのになぜか大都市になってしまった吉良一色。そして、私、放射低身長が丹精を込めて、
作成いたしました中電浜松駅、この5つの駅をぜひとも皆さんに投票していただけたらなと思います。皆さん、別にこの5つの駅じゃなくても構いません。ぜひともこの東海地域を開発せよ、短い投票期間ですので、ぜひとも投票してください。